はい、じゃあ録画入りましたね。DVD 入ってるよ。はい、今日はモニター側は録画しております。じゃあゼロ回線が1個だけありますんで先にじゃああれかいいや。一番右下の青星さんとロボクルさんがゼロ回線先ありますんで、じゃあ手前の台でお願いいたします。じゃんけんでコンパネだけ決めてください。ロボクルさんいますか。はい、ゼロ回線ロボクルさんと青星さん。じゃあ一回あいやゼロ回線だったらダメ。じゃあゼロ回線のロボクルさんと青星さんはじゃんけんしてコンパネ決めてください。先にじゃあモニター側の台でお願いします。テストプレイ的な感じ。はい、実況できないよ今日これ。あれちょっと失礼。稼働4日目の大会ということで僕も全然わかりません。サポートキャラ紹介のとこにセリオって書いてあるよ。マジ。ああうん、スラッシャー連れてくるやつ。俺は使用キャラでありたい。さあロボクルさんがカルラ、ロボクルさんカルラ、おっさんがどちら、マルチ。さあなんかすでに動きをなんとなく分かっている感じはするけども。カルラは大振りの体験でパワーキャラタイプですかね。一応サポートに水木を連れて。これは減る、ダウン打ちつながってる。さあこれは今のは 2B ですね。対空で1本取るロボクルさん。カルラは触ったことあるんだけどマルチのモーションが全然わからないんだよね。そう今のはモップからの派生中断。突進、カルラは通常攻撃からダッシュ攻撃がつながる。 A 版は必殺技でキャンセル可能と。さあマルチが何をしてるのかわからない。さあ逆だる、逆だるはなんか避け攻撃がボタンによって攻撃できたり避けただけだったりとかあるらしいですが。はい、じゃあゼロ回戦勝ったのはロボクルさん。ロボクルさんの方を愛してください。じゃあ左上の方から1回戦やっていきたいと思います。じゃあそのままモニター台でシトラスさんとキラさんお願いします。シトラスさん、シトラスさん出番ですと。キラさんいますか。キラさん、じゃんけんして 1P か 2P 決めて始めてください。で奥の方の台でその次の試合ののさん、ののちゃんと、これなんて読むの。ちょっと長いんだけど、動画台で順番除草剤、除草さん、じゃあ除草さん。読めないんだってこれ。除草山脈登山勢、さあじゃあ奥の方の台は一応確認してますけども、勝った人は報告ください。大丈夫だよ、うん。左右っていうか左上から順に潰してます。1回戦で交互にやってもらう形になると思うんで、早く終わった方から埋めていきたいと思います。
実況、さあ実況できない人ストラスカルラとキラーマナカ。いやー、僕は仕事入る前にこのカルラにだいぶ悲しみ背負わされましたけどさあサポートはなんだ、ホワイトアルバムの水木だな。ゲージンが発生する方と画面全体に結晶を降らせる平野綾、中の人しか名前わかんないさあ都心からカブト割り一本取るシトラスカルラ。さあホワイトアルバムの2人は非常に効果が強い代わりに回復が遅くなってる。さあここでサウンドオブデスに、さあよ、さあ最後の爆発にも当たり判定で浮きますんで気をつけてくださいね。さあカブト割りは A 版でもつながらないのかな。さあ長だな、安定の長だなあとこれは殺しきった。勝ったのはショウさん。奥の台はまだやってるんで、ああじゃあごめんね、シトラスさんね、逆逆で、じゃあ次の試合は六の三と、なんだこれ、ごめん読めねえ、ほなみさん、六の三とのほなみさん、ごめんなさい僕の漢字弱いです。六郎さん、ほなみさん、じゃんけんして1ピン2ピン決めてください。おっと、奥の台、除草剤が勝った、除草剤勝った、こっち、じゃあ奥の台、はーね、とととと購入棒、購入棒さんいらっしゃいますか。はねとくん、じゃんけんして、はいはい、はい、みんな探り探りやっておりますえ、本日ね参加人数が27人、多分ドーム的にはすごい久しぶりの人数じゃないかと思います。投撃以来というか投撃の方が少なかったんじゃないかなあ、おととしのギリで36すげえな。カルラとモルガン、僕もモルガンなんでぜひ参考にしたいと思う。さあどう、さあ画面端に投げで入れ替えて、早掛け、仮掛けだったかな、仮掛けは派生で弓を打ったり蹴ったりできる技みたいなんですけど、おっと平野綾コンサート、さあモルガンの矢はしゃがんでると当たりません。アロウンとかとハコロには当たるんだったかな。さあ1本取るのはマルチ、マジサムスピですね。あ、奥の台カルラカルラか、完全にサムスピですねさあここでテンション赤くなって雪を降らせる。テンションが上がると攻撃力が何パーだったか忘れたけど上がって
攻撃ののけぞり時間も増えると、さあお互いなかなか思うようにいかない。打ち上げにサポートのチャリンコが突っ込んできた。チャリンコは横から走ってくるやつと上から落ちるやつですね。上から落ちるやつは集団じゃないですよ。おーおお、そう、ちなみになんかライブ中はできないチェーンがつながるようになるということで、僕も調べてないんですけど、これ、買ったのはマルチ。次はどこだろう。白羽さんと、ゴースト Q さん、モニター側で試合お願いします。ゴースト Q さん、あー、いますね。白羽さん、じゃあ、あ、はいはい、あ、後ろにいるんで、じゃんけんでコンパネ決めて座ってください。さあ、奥の台はカルラカルラ、だいぶ接戦になってる。1ラウンドのタイムアップ勝負。さすがサムスピー。これがザンクローとかだと30秒ぐらいで終わるんだけどね。一本の投げゲーだからあれ。さあ、ゴスキューさん、リアノン対する白羽さんはマナカ、割とマナカ率が高いのかな。マナカ 1,2,3,4 4人。さあ、この試合はなんかだいぶマナカがきついと聞きますけども、リアンノンはなんか全ての技がホールでできるっていう情報だけ聞いたんですけど、ホールド設置キャラ。さあ、マナカが雪を降らして本を投げる、本投げる、散らばった本にも当たり判定があります。さあ、小本だな、距離を離す、体力は5分。本投げて、おっと、食らった。本投げると後ろに下がるからテンションが落ちる効果はついてるっぽいと、ぽいと広川先生から聞きました。真相は定かではありませんけど。さあ、超本だな、下がるが本、本で決勝を目指して、カルラカルラ終わりました。あ、はい、8番、コリューボさん、ガルラガラ投資。次の試合、マユシーさんと QOH 勢さんいらっしゃいますか。 QOH 勢さんとマル、あ、ここ2人とも。あ、じゃあ、マユマユシーって下着だっけ。下着勢と同人勢。なかなかのシューティング戦が行われている。距離的にはマナカが狙う位置っぽいけど、さあ、満面の笑みで、満面の笑みでマナカを打ち続けるリアノ。あ、マナカ2段ジャンプ持ってるんだ。この取説的なものを持ってても画面に追いつかない俺。さあ、これはだいぶ辛そう。リアンノのなんか地面叩くのは日清なのかなと。隕石落として削り切る、勝ったのはゴスキュー先生。
まるで先ほどのメルブラの試合を鬱憤を晴らすかのような。次はカイマさんと犬坊、じゃんけんして筐体決めで。僕の試合はまだやってる。犬坊は好みかな。おーい、手前の台始めていいっすよ。犬子はどこ行った。あれ、カイマさん。あ、じゃあごめん、じゃんけんじゃんけんしてモニター側 でお願いします。で、手前の台で、じゃあ奥の台で次の試合、アーノーネームさんとシメンソカさん。これ、このゲーム 1P 有利とかあるの。まあ いや、早くじゃんけんしちゃって1P は向こう側。え、またあれ、アルカナの時にあったフレームズレみたいなやつ。ああ、キャラとしては関係ないのか。犬ぽの好みとカイマさんのなのか。さあ、攻め込んだところちょうだな、ちょうだな、出始めに無敵があるのかな、発生保証も。さあ、本分投げる、本分投げる。さあ、釘宮の銃が、ああ、チャリンコぶつけて近寄る、銃で晴らされて、そうだな、これは飛び越えてかわす。さあ、ジャンビー攻め込んで、おっと、本だな、投げて近かった、反撃を受けてしまい、絶妙なバランス感覚だっけああ、さあ一気にダメージ取って一本取る、犬ぽの好み。さすが大天使、さりげなくカイマさんのランク A プラス。スタート。そうだな、ガードすると画面始まる連れてかれるみたいですね。無敵技か、速が基本で一応返せる。銃が狙い撃ちされてる。いい具合に本がかぶせて、いやー、徹底してますね。おっと、怒った。あのこけた時の判定はどうなってるのか。さあ1本取り返すカイマ、まだか。さあ、ちなみに俺、ゲーム的にはコンパしかわからないんで、時々名前を多分間違えますけど気にしないでください。さあ、本棚投げた、おっと、奥の台、四面楚歌さんの勝利。さりげなくたまねえたまねえだったね。じゃあまだやってるけど次の試合を、奥の台でサハラさんとトンギさん、じゃんけんでコンパで決めてください。おっと、これは決まった、カイマさんの勝利。
じゃあモニター側の台、次はウミンチさんと島田さん。ウミンチさん、島田さん、じゃあじゃんけんしてください。そう、ちょっとね、このプレイヤーネーム島田さんって聞いたときちょっとドキッとしたよ。呼ばれたかと思った。はい、おみんちさんとか島田さんリアンの、お互いランクはほぼどっこい。さあ、トーカは非常にルーツが優れている。しまだしまだ言わないで。エケさん、今喋ってる島田さんとプレイしてる島田さんは別人です。はい、さあ小ジャンプから攻め立てていく。トーカは攻撃を捨てキャンできるということで、多分隙はあるんでしょうけど、かなり横の動きは速いキャラクターですね。さあここでテンション上がって、ちなみにテンションダウンしているときは一応攻撃力防御力が下がっているということなんですけども、のけぞり時間が変わるかどうかはちょっとわからないですね。多分体感は変わらないと思うけど。さあステキャンからコパン固めて1本取る、ウミンチさんのとか。さあ画面端攻め立てる、ガーキャン。このゲームのガーキャン非常に遅いです。だいぶ読まれるとリスクのでかいこうね、行動となってますね。なんか連続攻撃がボタンのタイミングを押すと、なんだろう、攻撃力が上がってるあれっていうわけじゃない、乱舞浮き方が変わるのか。奥が終わった、奥がアローンが上がった。アローンはどっちだ、海津さん。ああごめん、奥はサハラさんはどっちだ。じゃあ2つとも空いた手前のライでアナン君とゆうちゃん先輩で、奥のライでデバッグ勢のラオさんとイエさん。はい、じゃあじゃんけんして奥の台で お願いします。あ、いいよ、手前台で始めて。ヒロカワさんがガマナカで、アナン君がたまねサポートは大原さんとクギミヤ。さあどうもアルカナゼ代表とメルブラオーキップゴッドイザーデニジー。さあ先に赤くなったのはタマネ、二
厳しいで、ダウン取ってからたまね、なんか説明不要っぽくていいね、わかりやすくて。さあ、ジャイフスイングじゃないジャーマンスープレックス、たまねえの無敵投げですね。さあ、近寄らせたくない。と、運送しようとしたほど本が当たったが捕まった一本取るわ。なんたまねえ、あのたまきでいいか。アナン先生 A プラスだね。さあ、ここで割れた。テンションが青いときは割れる危険性がある。おっと、さあ、強化版の低いすぎそう、アイアンクロー。さあ、テンション赤くなったときのね、玉ねの攻撃力がやばいですからね。さあ、おっぱいさんが帰ってきた。食らってと、アイアンクロー、アイアンは上に掴んで上半身無敵がついてるんだっけか。さあ、ここで近いけど、ほんだなジャンプ読み、あの距離でジャンプ読み、また突進して本に打たれたさあ、とりあえずガードさせて距離を離す。さあ、これは分からない。ほんだな、あと、かわされた勝ったのはアナン先生会場が初めてあーと叫んだあったね。どうも。じゃあ、手前の1回戦最終試合かな。インデックスくんとロボクルさん、手前台でお願いします。ロボクルさん、どこだ。あ、終わった。ああ、アウト。下。動画台、1回戦最後の試合。じゃあ1回戦これ最後の試合なんで、じゃあ2回戦からは一大進行でやっていきましょうか。でも試合もあるんで、じゃあちょっと奥の台を通常に戻しますんでね。はい、すいません。じゃあ、ここから一大進行でいきます。おっと、行ってる間にインデックスくんがピンチ。カルラはあのなんかバサカみたいなやつで感覚がないのかな。